皆さん、こんにちは。ドラマに映画にバラエティ番組にと、あらゆるジャンルで大人気の俳優佐藤二朗さん。佐藤二朗さんは、演者側だけでなく、映画監督や劇団を主催されていたり、クイズ番組や歴史番組などの MC など、幅広く活躍しています。また、決して主人公ではないけれど、登場すると思わずくすって笑ってしまうほどの異色の存在で、どうしても目で追ってしまうのが佐藤二朗さんではないでしょうか。メディアで見せるその表現があまりにも面白いので、さぞご家庭でも楽しい方なのではないでしょうか。そこで今回は、佐藤二朗さんのご家族にフォーカスして、妻との結婚の馴れ初めや、奥さんがどんな方なのか、またお互いどういう夫婦関係なのか、子供さんについてのやり取りやエピソードをご紹介したいと思います。佐藤二朗さんですが、年齢や実家が群馬にある寺だということで、気になっている方が多いようです。また佐藤二朗さんの娘さんは佐藤しおりさんだとの噂もありますが、本当でしょうか。二人が親子だと聞いてしまうとかなり気になってしまいましたので、こちらについても調べてみました。まずは佐藤二朗さんの簡単なプロフィールについてご紹介していきます。芸名佐藤二朗、本名佐藤二朗、生年月日1969年5月7日、身長181センチメートル、出身地愛知県、最終学歴信州大学、所属事務所フロムファーストプロダクション。子供の頃から僕は俳優になるために生まれた人間だと思っていた佐藤さん。ただアルバイトをしながら俳優業をやる勇気がなく、役者を諦め大学を卒業後は就職をすることにしました。大学卒業後、リクルートに入社したものの、入社式の雰囲気に違和感を感じ、なんと初日で退職し、実家に帰省してしまったのです。社員寮に荷物を残したまま姿を消したそうですが、その時の気持ちを後日語っています。社会人という立場が現実的なものになった時、これで俳優の道は諦めるんだという分かっていたはずのことが、どうしようもない実感としてふつふつと湧いてきた。その後もう一度役者を目指し、劇団付属の文学座俳優養成所に入所しましたが、1年後の入団試験に落ちてしまったため、さらに別の劇団に入団をしようと思いましたが、そこでも結果は同じで、25歳で再び俳優業を辞めました。自分は俳優への適性がないと感じ、26歳の頃、小さな広告代理店に再就職し、営業マンに転身します。役者を諦めた失望感を打ち消すかのように、必死に働いた結果、トップ営業マンになりました。でもやはり役者への思いが捨てきれず、1996年に以前の養成所劇団の仲間に声をかけて、演劇ユニット力技を旗揚げし、会社勤めをしながら俳優活動を再び開始しました。その後、佐藤二朗さんが28歳の頃に紀伊国屋演劇賞個人賞や読売演劇大賞優秀演出家賞など、数々の有名な賞を総なめにしている演出家鈴木由美さんに誘われ、劇団自転車キンクリートに入団します。この頃に広告代理店を退職しているので、少しずつ仕事が増えてきた頃ですね。そして31歳の頃、佐藤二朗さんの出演舞台を見た堤幸彦がブラックジャック2に医者役で起用したことから転機が訪れます。ブラックジャック2ではワンシーンのみの出演でしたが、それを見ていた主演本木雅弘の事務所社長に声をかけられ、現事務所に所属することとなりました。その後は巧妙な演技が話題となり、あらゆる作品に呼ばれるようになり、現在の活躍へとつながっています。2003年に結婚された佐藤二朗さん、実はとっても愛妻家なんだそうです。お嫁さんとはとても仲が良いらしく、いろいろな決まり事をしているんだとか。とても羨ましい夫婦ですね。佐藤二朗さんとお嫁さんは約8年の交際を経て結婚されています。お嫁さんは一般女性なので情報は一切ありませんでしたが、佐藤二朗さんのツイッターで嫁さんのことをつぶやいています。身長150センチメートル前後の小柄な女性らしく、ツイッターではルミネーという愛称で紹介されていました。普段はお母さんと呼ばれているようで、
たまには名前で呼び合おうと提案しても即拒否されるなどサバサバしたところもあるようです。また容姿は息子さん曰く化粧していない顔はおじさんみたいとのことです。子供の発言は怖いですね。おそらく化粧映えしやすい顔立ちなんでしょう。また鬼嫁エピソードも豊富です。ある時佐藤二郎さんがお風呂上がりにパンツ一丁でカッポしていたところ嫁さんに遭遇してしまいました。悲鳴を上げられるくらいならまだ良かったかもしれません。しかし実際にはだらしない体と評され、その姿でうろつくなという旨を叱責されたそうです。この前半部の容赦ない表現に佐藤二郎さんの心は折れてしまいました。とはいえ本来はとても優しいお嫁さんです。佐藤二郎さんは一時期パニック障害と強迫性障害を発症し、仕事ができない状況の時がありました。症状がひどい時はお嫁さんがとても献身的にサポートしてくれていたそうです。自分のことを一生懸命支えてくれるお嫁さんに結局佐藤二郎さんがメロメロなのもうなずけます。そんな佐藤二郎さんのお嫁さんですが、実家が群馬にあるお寺だと言われています。お嫁さんの父親が住職のため、佐藤二郎さんはお嫁さんの実家に挨拶に行った際、俳優という職業を認めてもらうためにいろいろと考えた挙句、過去に出演したドラマの中から NHK のドラマを選んで紹介したそうです。不安定な芸能界で俳優をしている佐藤二郎さんにとって NHK のドラマ出演は、お堅いイメージの住職を務めるお嫁さんの父親に認めてもらうには一番効果的なドラマだったようです。次に気になるのが佐藤二郎さんの子供についてです。34歳の時に嫁さんと結婚した佐藤二郎さんには息子さんが一人いることが分かっています。佐藤二郎さんのツイッターには息子さんとのエピソードなども登場し、話題になることもあります。佐藤二郎さんの息子さんが生まれたのは2011年ということなので、結婚から8年経っての第一子ということになります。佐藤二郎さんの子供は息子さんが一人なのですが、娘さんもいて、しかもその娘さんが人気モデルの佐藤しおりさんではないかなんて噂も流れています。佐藤二郎さんの娘が佐藤しおりさんなんて気になる噂があったので早速調べてみたのですが、これは完全にただの噂でした。34歳で結婚した佐藤二郎さんの娘が現在26歳の佐藤しおりさんなんてありえないですよね。この噂には理由があって、以前雑誌モアで佐藤二郎さんと佐藤しおりさんともう一人の人気モデル佐藤ありささんとのスリーショット写真が掲載され、3人とも同じ佐藤という名字と、この写真があまりにも仲の良さそうな親子写真に見えたため、佐藤二郎さんの娘は佐藤しおりさんではないかとの噂が広がったようです。ですが2人は親子ではないですし、佐藤ありささんも佐藤二郎さんの娘ではありません。そんな佐藤二郎さんのツイッターはお嫁さんやお子さんについてのツイートが多く、酔った時につぶやき、翌日自分のツイートに驚くといったつぶやきなのだそうです。名付けて酔ってつぶやき翌日なんじゃこりゃツイッター。人は酔った時に本音が出るって言いますからね。心から妻と子供を愛し幸せなのがひしひしと伝わってきます。佐藤二郎さんのお考えは、世の中のツイッターにネガティブなつぶやきが多いと感じているようで、恥ずかしいことを50代のおじさんが酔った勢いで書く自由もあっていいのではと思い、妻ネタだろうが感じたままをつぶやいているようです。なので時に妻に酔ってのろけツイートをするのは自粛しろと叱られるも、懲りずに愛しているをつぶやき続ける佐藤二郎さんが素敵すぎます。あれだけツイッターで愛をつぶやいている佐藤二郎さんですが、佐藤二郎さんにとって妻は怖い存在でもあるようです。子供が生まれる前から尻に敷かれている佐藤二郎さんは、子供が生まれてからはもう何も頭が上がらないとしゃべくり7に出演した際お話ししていました。その分奥様から褒められるとめちゃくちゃ嬉しいのだとか、とっても微笑ましいですよね。交際の馴れ初めは劇団員時代からの辛い時期を共に乗り越え助け合ってきたことから、二人には歴史があり深い絆で結ばれているのだと感じました。夫がこんな風に褒めてくれたら家族はずっと仲良しでいられると思います。
なかなか褒める男性って少ないから、佐藤二朗さんの魅力でもあると思います。佐藤二朗さんの今の栄光は、奥さんなしには成し遂げられなかったのではないでしょうか。二人が一心同体でここまで来られたことが分かりました。とても、愛が深くユーモアあふれるツイートを読んでいるとこちらまで、幸せな気持ちになります。これからもツイッターで、妻ネタを披露してほしいと思います。できればシルエットだけでもツーショットが見たいってみんな思っていますよね。奥様の許可がいつか下りたら、家族ショットのご披露を期待しています。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。